ついにこの日がやってまいりました。純情のアフィリア10周年記念ワンマンツアー奇跡と魔法のクロニクルツアーファイナル、とっても緊張しています。でもファンのみんなの笑顔を思い浮かべたら、とてもやる気に満ち溢れね、クロエちゃん。何ですか？喋ることがなくなってきた。クロエちゃんです。とても仲いいです。I am very cute. はい、安定しました。ここ安定です。安定してから移動します。安定します。リハ終わりました。あとちょっとで本番ファイナルです。あと19公演もあると思ったけど、あ、ダメだ、あと19公演もなんかすごい悪いみたいになっちゃうけど、あ、19公演もあるんだと思ったんですけど、この後ツアーファイナル迎えてすごいちょっと早かったなって思いました。あと個人的にちょっと痩せられたかなって思ったんですけど、体重乗ったら増えてました。バイバイ、行きます。はい、3、2、1、わー、 OK だよ、頑張ってください。やばい、ツアーファイナル恵比寿リキッドルーム、私が加入したライブの場所なんですよ。
そんな場所でツアーファイナルを迎えます。2回目のツアーファイナル頑張るぞ。楽しみながら行きましょう。それでは聞いてください。奇跡と魔法のクロニクル。
構えてる気がしたもん。さすがアンヌちゃん、ありがとうございまし た, どうでした楽しかったです。めっちゃ燃え尽きました。もう足がパンパン。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。本当に皆さん、うん、お菓子が食べたいぞ。ナイトがチキラになっちゃった。楽しかったです。前髪どこじゃだったんですけど、今前髪が帰ってきたよ。前髪は見失ってもみんなのことは見失わなかったぞ。本当だ、前髪がない。一本完全に今一本メッシー、メッシーボクメッシージュテーンボンボヤージュジュテーン。なんか楽しかったし、なんかもっと泣いちゃうかなって思ったんですけど、なんか楽しすぎて私はもう最後やりきった感でやりきりました。なんか結構会場が先輩の顔見えたから、すごい幸せな気持ちになれて、純情のフィリアの成長を感じましたね。まあ新メンバーが言うのもなんですけどね。いっぱい密着してくれてありがとうございました。終わりました。どうでしたか？超疲れたけど超楽しかったし超感動したし、もうなんか今日一日のことは一生ここに残ってるんだなと思います。本当に最高のライブを皆さんありがとうございました。バイバーイ。はい、ライブめちゃくちゃ楽しかったです。ツアーファイナルなんでね、もう集大成的なすごい長くて、もう内容もめっちゃ詰まってる熱いライブになりました。海外のファンの皆さんに、そう、ジュンジョンのアフリア、もうもっともっと海外進出できるようにこれから頑張っていきたいと思います。なのでジュンジョンのアフリアがお近くにいただけば、純情のアフリアの先輩第1号としてあったかく、迎え入れてください。よろしくお願いします。じゃあアンナは迎えに戻ります。さよなら。ういー、バイバイバイ。